はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンターライズ、今回はですね、今この背負ってるホウモロコシですね、ガンランスのホウモロコシをちょっと大ホウモロコシにしたいので、素材をね、集めていきたいと思います。で、前もちょっと見たんですけれども、現在がこのホウモロコシ2。で次が大砲もろこしで、オンコ竜の魂結晶があと1個必要なんで、今回はマガイマガド飼っていきます。まあ、1人じゃ飼れないんで、マルチでやっていきます。目指せオンコ竜の魂結晶。というわけで、やってきました。マガイマガド編。ちょっと待って、前の人もなんか、もろこししょってんな。俺のがねえみんな、そこでさ、後に来てさ、何も残ってないと超悲しいよね。まあいいや。で、マガイマガド自体どこにいるんだ？ここか。飛ぼう。サブキャンプ1。サブキャンプね、まだ全部発掘してないんだよね。寒冷地の、なんかザコモンスターが全然見当たんなくて。これ、どこ行けばいいんだ？この調子で行くぜ。適当に降りたけど。いたいたいた。みんな頑張ってんね。一応なんか名前は見えないようにしてあります。ほら、あの人モロコシ取ってるよ。大砲モロコシかな。俺と一緒で素材が欲しいのかな。それともでね、拡散はね、そう、フルバーストをやるよりは多分ためからのね、食い、ためからの食いが早いんで、ため食いで当たったか当たってないか。ただしね、ためを当てるのがちょっときつい。特にマガイマガドは動きもあるんで、ため杭がね早いのよ。手が痛い。だこのため杭をどれだけ与えられるかだね。でチャンスがあった時にはまあフルバーストからの横投げ払いをね入れた方がダメージは稼げる。めちゃくちゃやってると本当こいつは死ぬ恐れがあるんで、結構、あ、普通に移動したか。我がどうしよう。もろこし、もろこしセット行こう。普通に登っていきましょう。で移動しながらちょっとでもね切れ味が減ったら回復させる。一応攻撃のね、玉虫みたいなのくっつけてんだよね。ただ攻撃があんまり見当たんない。これのんびりしてんな、こいつ。じゃーん。もう爆発があるから、ちょっとあんまり溜めてもらわないんだよね。ためのクイ、よし。で、頭に当てれば、気絶値がたまるんだけど、そんな余裕はさすがにない。めっちゃ狙われてる。撃った。もう杭当たんなかった当たってる。倒れた時はちょっと待って、近寄って切り上げ、叩きつけ、フルバースト、横投げの杭で、本当は流撃砲がいい。そのワンセットが入ればめちゃくちゃダメージ稼げるんで。マジでさ、動きもあるからさ、溜めてる暇がないんだけど。よし、いいね、今のとこ悪くない。溜めも火力あるからね。でこれね、攻撃3がついてないんですよ。素材的に足んなくて。攻撃で1がついてるんだけど、攻撃3がつけばさらに火力が上がると思うんで、まあ、まだまだ伸びしろはあるっていう。これはやばい、あったかなそれがある。ちゃんとガードする。やっぱガード性能今いくつだっけな。結構高くないと本当に削られていくだけでダメージが減るんで、いや無理。これしかもさ、キャンセルできないんだよね、打ったら。
モーション的にはなんだろうね、ジンオーガがベースになってて、ナルガクルがあの素早さも持ってるみたいな、そんな感じかな。いいね、いやうまい、あの人あのガンランスうまいな、お手本にしたい。ちょすげえ使いこなしてる。なんていうの、これあの飛んでいくやつ使いこなせるのほんとすごいんだけど、まっ種かねえ、どっちかになるんだけどね。俺はちょっとタメを選んでる、タメからの杭をやりたいんで。本当はねこのチクポンがいいんだよね。あぐっちゃぐっちゃだよやばい、ちょっと呪われてる。何状態っていうのかよくわかんないけど、距離をねやっぱ詰めないといけないんで、ガンランスは張り付いてが基本なんで、動きの速いやつはちょっと向いてないんだよね、張り付けるやつがやっぱり。よし、クイあとなんだろう、モーションを少し抑えてあります、あの設定で。いったあんたこいつ一緒に食らったんだけど、我がどうしよう。いや、あの人の方が断然うまい。あ、魂結晶手に入った、やった。待って、乗れない。これさ、研ぎながらはさすがに登れないか。防御、どこいるいや迷った、逆だな、ちょっと降りちゃったよ。回収していこう、回収。おお戦ってるね。あ、ちょうど玉三つねと戦ってんじゃん、総流してますね、総流。ちょっと今のうちに肉を食おう。あ、俺これ持ってんだよね、鬼人役グレート。こういうね、ちょっとチョコ材なことをするのが好き。刺身をはなんか知んないけど持ってる、いや意味はない。これいっぱい落とし物あるからいいよね、戦闘に参加しろよって感じだけど。ここチャンス、ここチャンス、こっから叩き続け、横投げ払い、クイか、ほんと流撃みたい。うお怖い、やっぱ放射がね使いやすいよね、叩き捨てからのフルバーストで、うまくいけば杭が入るから。拡散は弾数がやっぱり少ないんで、だからあとつけたいのが弾数アップと、ちょっと待って逃げる、弾数アップと砲弾、なんか言ってんな結局ここで名前出てくるんじゃん、みんな。あ、落とし穴じゃん、わかんねえよ英語だからいや、ここは攻める、いやー食らったわ。ちょっとまずはこれを解かないと、体力はもう全開に保っておく、常にいつ何時強力な攻撃が来るか分かんないから、ガードいったここはちょっとグレート、これもタッチでフルバースト、これやっぱ一番安定するな、まあ、安定するけど杭が入ってもねだいぶダメージは稼げるからね。ちょっと無理だよこれ、近寄れん、
あ、もういけんのか。で、クイズ。どんなもんだ。またな。いやー、火力高かったね、みんな。ちょっと待って、落とし物。落とし物はもうないか。あれ、ここなんか仕掛けられんじゃん。虫。クエストクリア。お、これなんか出てる。オンコ竜の紫玉みたいなやつ。初っすね。一個も持ってない。上輪、妖刀が、魂結晶。魂結晶た結構いっぱいあんな。なんで前回一個しか出なかったんだ。まあこんな感じです。金がね、金不足だ。ちょっとなんか売るか。よし、じゃあ大砲もろこしを作りましょう。で、大砲もろこし拡散後なんだけど、あの切れ味がね、青ゲージがないんで、そこがちょっと難点っすね。切れ味ゲージ高い方が砲撃の攻撃力とかも上がるんで、まあちょっと緑ゲージで頑張っていきますか。では大砲もろこし3万3000円完成。まあ見た目はもちろん変わんないけど、まあ一旦じゃあもろこし系はこれで終了となりますんで、まあちょっと普通の時は大砲もろこしを使って、で時たまはまあ麻痺属性のガンランスを使ってやっていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。